バインズ・ウルゴン魔導王殿、ガゼフ・ストロノーフ、何時に一騎打ちを申し込む。本気か。無論。死ぬぞ。間違いなくそうなるだろうな。反応すらできないではないか。あまりにも圧倒的な開きがあるように見えるぞ。向かってくるならば容赦なくお前を殺すぞ。そしてそれは確実だ。受け入れていただけるのであれば、魔導王殿、この二人を一騎打ちの見届け人に指定したい。死を覚悟して進む人の意志、強い目だ。憧れるよ。いいだろう、提案を受け入れる。すまない。死体は綺麗な状態で返してやるさ。蘇生の魔法を。無用だ。ストロノーフ様の願いです。ガゼフの勇士、この目に焼き付けさせてもらおう。私とストロノーフ殿で PVP だ。それではストロノーフ殿、その剣を見せてくれるかね。すごいな、この剣は。この探検のデータ量、つまり魔力量はその剣と同程度だが、このように魔法の力が弱い武器では私の体を傷つけることはできない。私が勝ったらその剣をもらっても構わないかね。勘弁してくれ。うん、ドロップアイテムを返却することを前提とした PVP か。そこの白い鎧、何か開始の合図。ディレイマジック、トゥルーです。さようならだ、ガゼフ・ストロノーフ。戦士長への敬意として、これ以上の黒い子ヤギたちによる追撃はよしておこう。それと、王国の民に告げておけ。近日中にエランテルを速やかに引き渡すのであれば、この者たちが王都で暴れることはない。王にそう告げよ。